今日は粕汁、キムチ、そして鮭の焼き物ご飯です。まだね、お腹がちょっと本当じゃないんですけども、もうすぐまとまりでいい感じの話しますね。それでは始めます。
그때 그때마다 딸도 만났어요.
거 봐. 그러니까 할 수 있어. 그리고 정말 눈 안 나. 今日もごちそうさまでした。